どうも、体育の金さんでございます。喉痛いね。本日は、ダムに来ております。心霊スポットって言われてますね。ここはね。だから何人か来てますね。はい、問題です。ここのダムの名前は何ダムというでしょうか。久しぶりのあれですよ。1番飯田、2番稲葉、3番古田、4番オマリー。はい、何番。さあ、今で準備して、これ結構あれじゃない、分かりづらいじゃない。でも有名か。タオルがなんでこんなにいっぱいあるんだろう。謎だな。謎です。多分ね、セーターのことはないかな。読んでみて。はい、締め切りです。正解は、1番の、飯田でした。くったらない。相変わらずくったらないけど。はい、では行ってまいります。飯田ダムです、めんどくさいから携帯やスマホ持ちながらの撮影が苦手なんで、映ってんの俺、映ってんだ。昔100円ショップで買ったね、車に置いたスマホ固定するやつ、それを挟んで、でそれで棒のように持って、自撮り棒みたいな感じで持って撮影します。風が強いとかもう、ね、いいっすわ。諦めましたよ。はい、飯田川、飯田ダム、ここは笠間湖という湖ですね。実はね、ここに住んでた時は知らなかったです。うわ、風が絶対ブーブー言ってるわ。なんかじゃあ、4度の割には言うほど寒くないな。で、
聞いたことないんだけど、自殺者が多いらしいんですよ。聞いたことないですよ、うち。自殺者が多いんだったらわかるだろう、地元の人なんだし。で、水面にね、なんだっけ、なんか歩く霊が見えるとかいうね、話があるんですよ。それがどこだったかな、結構あっちの方なんですよね。で、いつも前に来た時も、その前に来た時もここしか撮らないで帰っちゃったんで、今回は向こうの方まで歩ってみようかなと思って、そんな感じですね。で、ダムだし、もしかすると あるんじゃないですか、ハケみたいな。でもね、うちね、ここ村が沈んだとか聞いたことないんだよね。手ぶれはもうしゃあねえよ。探したよ、なんだっけ、ジンバブー、違う、ジンバル探しました。ケーズ電気はなかったですね。ケーズと山田行きましてなかったんですよ。もう一回探しまして、なんかの音声落ちてんな。この辺イノシシとタヌキぐらいしかいないんだけど、なんだっけ、バケタンとかいうのを使ってここら辺が赤かった人がいたけど、まあここ電気施設なんで、まあなるだろう、電磁波みたいなの出てるから。ね、何の話してたっけ、忘れちゃった。今日はこっちの方に行きたいと思います。寒いです。やっぱり寒いです、4度は寒いです。なんか古いよね。さあ、で、水面を歩く少女の霊でしたっけ、何でしたっけ。例じゃなくているでしょうね、普通にね。右足が沈む前に左足出しちゃいいんだから、それを繰り返したらいいんだから。よく鉄なんてやってますよ、そんな。諏訪湖をそうやって渡ってますよ。これは道です、これは道ですって。わかんねえよな。これは道です。わかる人にはわかる、わかる人にはわかるんだよ、あれ道なんだよ。ここ急道かしらな、この道路は。大変じゃない。
なんでこのこれがいっぱいあるんだけど、このかさ増しって書いてある食い火になって、これいっぱいあるんだけど、そんなに強調しなくてもよくない。考えてない赤い血は流れているの、なんで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 。ここから見えるかな。うわ遠いな。うーわ、これはこれきついぞ。これきついぞ。マジか。おい、いいだ。もう15分ぐらい撮ってんじゃないか。一回止めないとダメだなこれ。ちょっと一回止めますわ。